相葉瀬戸社長やん。お、右下にブルーアイズホワイトドラゴンがいる。なんかこれほんとなんかガチガチだよな、このパーティー。ガチガチじゃねこれ。目は赤くない、目は青くないな、こいつ。元ネタがわからん、あの遊戯王オベリスクの巨神兵。懐かしすぎやろ。オベリスクって何だっけ、手札の数だけ攻撃力上がるやつやったっけ。じゃあそれはラーの抑止力か。じゃあ分からん。オシリスか、それオシリスか。もう懐かしすぎて分からんわ、もう。よし、ちょっとまあ、話脱線しすぎる前に、やりますか。じゃあ、決め打っていく、もう決め打っていくしかねえよ、これ。クレセ、てか、クレセドランマジうぜえ。クレセドランマジうぜえ、あれ、もう。じゃあ、ここにやっぱり今までやっぱ出してこなかったやつを挟み込んでいくっていうのはありか。もう、勝負に出るか。勝負に出よう。いや、待て、勝負に出なくていいじゃん。安定があるじゃん。こうだろ？んで？まあ、いざとなればもうこいつで。いや、こうだ！いや、ごめん！これはなかった！いや、ミスったな、これ！ミスったかもしれない。オッケー、まあオッケーというか、いや、なんかね、なんつうんだろう、自信がないんだ、やっぱ自分に。まだ自分のそのコンフォートゾーンがまだなんか1600とかのままだから、自分が今1800の大台にいるっていう自覚がまだ足りない。やっぱプロ一流としての自覚が足りないね。だからそれ、自分に自信がない。よし、これでいいって思えないんだよな。別に予防線張ってるわけじゃなくて。何引っ込んでくるだと、まさかあいつか。お、当たってくれ。おっ、よし。もう俺、鬼火が当たるたびにガッツポーズするわ。まあでもこれ多分シャートボとかいう、まあ特殊型なんだろうけどな、どうせな。まあでもこれ物理を封じていくっていうのはまあでかいんじゃねえかなとか。まあだから特殊だもんな、いろいろとね。言うても言うても大体特殊型やもんね。リーティリリリリリリデスクエンをちょっと大事にしていきたい感じがするよね、正直ね。おほーら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 ー。これ相手は多分選手とちょっとミスった感があるんじゃないか、正直。まあ特殊でもまあ美味しいよな。まあじわりダメージ減っていくしな。さあ、まあシャドーボールだけどな。シャドーボールだろうけども。シャドーボールだろうけども、オッケー、半分耐えていこう。オッケー、あー、特防が下がっていく。これはね、相手はね、俺は起点にするよ。おっと、変えてくる。てことは、多分ガッサでもない何かが来るはずが、ガルーラか。まあ普通に殴ってよかったね、ここは。で、半分持っていく。ちょっと待って。クーってな、俺なんだよ、この電車。ちょっと、やばい、もう行こう、普通に行こう。オベリスクの巨神兵来たな。いや、もうちょっとテンションがね、いや、もう、やっぱちょっと、いや、もう今日はちょっと脳がね、脳の物質が、あれがやばいよ。テンションが上がりすぎてね。マジか、交換読み効果ってことは、やはり、ギルガルド。
うまいな。まんまとおびき寄せられたぜ。やられたってのか。この僕が。ちょっと、まあ、シャドーバー、耐えろ、お願いします、立ってください、サーナイトの鳴き真似、サーナイトの鳴き声、さあ何で来る相手は、うん、もう俺は選びましたよ。陰打ちでまあ捨ててくると、まあ大して効かないと。やっぱ二毒院、ちょっとなんか二毒院もなんか積み技が欲しくなっちゃうな。こいつなんかあれとか覚えないの、ロックカットとか、ロックカットくらいで開けそうだけどなぁ。まあ、ガルちゃん来るよね、やっぱりね、それね。ガルちゃんね。ガルリーナね、ガルリーナ。でもこれってひょっとして？あー、捨て身タックルか。反動で落ちたりしねえ。耐える。ないか。反動で落ちねえかな。反動も2回分いけよ、お前よ。あー、ダメだ。恩返しでな、耐えてたのかな。か、抜いた、マジで抜いた、やった、抜いた、抜いた、やった、抜いた。抜いたけど気逃したが、多分タスキ持ってる。外せ、はあ、もう連敗じゃねえか、ここに来てくそ。やけどじゃねえ、一旦遅いんだよ。いやー、なんかちょっと壁っていうか、なんかここら辺が頭打ちなのかっていう感じの、なんか若干してきたよな、正直。いや、まだ俺はまだあがくよ、俺は。あらがっていく。この、社会の荒波に、俺は抗っていくしかないんだって言って、あれ。レートがやべえ。最初に元通りになっちゃった。1813。お、こいつ高いな。ちょっとこいつに勝って、上げていくか。今、ちょうど本当に1813だった、今。開始地点と、終わりな、同じになった。確かにやっぱデスカーエンのその交換読み交換のその あれが痛かったよなーってか、なんかいるし。なんか真ん中2体がうぜえぞ、あれ絶対に。クレッフィーと、ゴジルゼル、チルゼル、チゼルゼル、チゼルちょっと絶対うぜえよな、あれな。チゼル絶対うぜえわ、あれ。あー。バシャサンダーでしょ、しかも。バシャサン、チゼル。バシャサン、チゼル。クレフィー、マンダ、マンムと。よし、決めた。初手はこれでいこう。
で、さらに、こう、そして、あー、そっかー。そうか、負けた。参りました。ちょ、初手降参するわ、俺。早合点しすぎやー、ゆみでね。負けたな、これ。ちょっとごめん、この試合負けたわ。負けたと思われる。やっぱりキャプってね、また、でも覚えたよ。覚えた。なんか、相手のパーティーはなんか、三つに分かれてたから覚えられた。マンダ、マンダ、マンム、ゴチルゼル、クレフィ、サンダ、バシャでしょ。多分試合が終わっても覚えてるわ。それぐらい印象の強いパーティーだった。ならば、さあ、サメよ、サメよ、お前の違いを見せてくれ。あの、メモリーツリーってあるじゃん。なんか、その一個一個をなんかもう、別々に覚えたら覚えられないけど、何かと関連づけていくと。え、なんでこうさんもう、意味がわかんねえよ、相手よ。お前かよ。なんだよ、もう。いや、だから、やってない、そのリス。そんなお前は別に俺、金積んでねえから。いや、俺望んでないし、しかもそんな、そんなのでレート上がって嬉しくねえんだよ、もう。